皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今日の雑学は、飼い猫はなぜオス、メスの区別がつけづらいのかです。なぜだし、なぜでしょうかなぜ飼い猫に限ってなんでしょうか家の中にいるからですか何ですか 捕まえたりいろいろしないからですか野生のよう野生的じゃなくなっちゃったってことですか違うんですね。飼い猫のオスが虚勢するからなんですね。はい。虚勢するともう顔ではわかりません。はい。そういうことになっちゃうんです。虚勢って怖い。もう男性は虚勢恐怖症というのがありますからね。生まれ持った。生まれ持った。 あの、本能として、虚勢されたくないという本能があるんですね。はい。失いたくないっていう本能があるんですね。はい。だから、アフリカの裸、螺族でも、あの、おちんちんにだけは、あの、被せ物をしていますでしょ。あれは、もう、虚勢されたくないっていう、虚勢恐怖症の本能によるものなんでしょうね。はい。そういうことでした。はい。虚勢怖い。はい。 虚勢怖いの話になっちゃった。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。